テントマコトチャンネル始まるよ。どうも、テンマコの天の方です。今回は旧ポスケット、新しいアリエルが出たのでこちら撮っていきたいと思います。まず今狙ってるのは B のアリエルかな。はい、1手目で立たせることができました。いつも行くお店なんですけども、ちょっといつもよりはあんまり動きが良くないかなっていう感じがしたんですけども、もしかしたらちょっといつもの旧ポスよりも少し重く感じたので、そのせいかもしれないですね。はい、2手目は前の方を左に振りたかったんですけども、なぜか立ち上がってしまいました。奥の方が重たいからだと思うんですけど、はい、なので倒していただくとこの形めちゃめちゃいいですよね。はい、3手目は左アームを寄せて、こうなるとまあいい形なんですけど、ちょっとこの状態で立たれると少し困るかなっていう感じですね。それにしてもこのアリエルがすごく人気で、みんなこれ取りに来てましたね。僕も並んで取ってたんですけども、この時はですね、よくクレーンゲーム屋さんでお会いする方がいらっしゃるんですけども、その方と一緒に撮ってました。いろいろ教えてもらったりしながら楽しく撮ることができました。こうなるとまあなんとか倒したいんですけども、これ倒れてくれたらすごいいい形なので、はい、これで角に引っ掛けたい。よいしょ、あ、いい形ですね。今みたいに角って結構引っかかったりするので、角にかけることでだいぶいい形になりました。でこうなると次は手前を回して寝かせます。おっと、ちょっと甘かったですね。ちょっと奥に入れすぎましたね。でももうだいぶ上下はもうちょん押しぐらいだったんですけど、アームの初期位置的には今の場所ぐらいになってしまうので、もう一度左アームで倒したいと思います。今のはちょっと厳しかった。動かないのは厳しかった。こうなるとどうしたもんかなって感じなんですけど、もう一回後ろの方を狙ってみます。やはりちょっと動きは少ないですね。悩んでますね。この時の僕はかなり悩んでます。はい、こうなると下のね角を取っていきたいと思います。あ、かなりいいところ。はい、理想的な形になりました。手前のバーがですね、滑り止めがないので、この形はすごくいいですね。あとはもうズリズリして落ちていくので、はい、奥の方から手前にズリズリと。はい、狙い通り。今回もですね、2種類の旧ポスケットになっているので色違いなんですけども、先に B 取ったので次 A を取っていきたいと思います。基本的には同じような流れでやっていきたいんですけども、はい、さっきよりも今度角度がついて立ってくれましたね。さっきはもう全然角度つかないで立たしてしまったので少し難しいかなと思ったんですけど、今回少し角度ついてくれてるのでこれはラッキーっていうところですね。はい、右アーム寄せ目で手前狙っていきます。ここも一緒、結局立ってしまったのでもう一度倒してもらえるように相談すると、この形めちゃめちゃいいですよね。優しい店員さんです。今ので立たせたかったんですけどね。今回はさっきよりも奥に行っているので、さっきはねもうちょっと手前に来てくれてたので
手前の滑り止めのないところに簡単に乗せられたんですけど、今回はちょっと難しい位置にありますね。それでも諦めずになんとか手前に振りたい。やっぱ手前に立てかけるのが一番楽に取れるので、下手に奥に立てかけちゃうと、奥はあの滑り止めがあるので動かないなんてことも出てきちゃうんですよね。はい、立つことができました。でもここからどう手前に倒そうかっていうところなんですけど、はい、奥を持ち上げたい。でも悪くはないかな。さっきと同じような形になりつつありますね。やはりはい、7手目左アームでしっかり置く角を持って、ああちょっと外れちゃいましたね。角、この左側の下角を持ちたいんですけど、今は外れてしまいました。少し奥に行き過ぎましたね。はい、もう一回チャレンジです。ああ今回箱の形が変わってしまいましたね。本体ついてしまって。はい、たださっきの B を取る時もこの形になったんですけど、まあなんとかやれたので、ここからでもやれなくはない。はい、後ろの方を左アームでくるっと回すイメージなんですけど、さあどうだ。あ、いい形ですね。ほんとさっきと同じような形になりましたね。今回のアリエルめちゃめちゃ可愛いですよね。このシリーズってこれからも出るんですかね。キューポスケットストーリーっていうのかな。はい、今回はさっきと違ってうまく回すことができました。で、手前の滑り止めのないところに乗っているので、もうこれはそんなに手こずらないのかなっていう気がします。はい、手前にズリズリですね。これ本当はもうあの手前を左右に振ってもいいんですけど、ちょっとビビってますね。正直変に動かしたらどうしようって感じ、困って悩んでいるところです。でもちょっと奥ずりが結構思ったよりも進まないので、まあどうしようかなって悩んでるんですけど、手前を左右に振ってしまうと、下手に振ってしまうと、あの倒れてそのまままたはまってしまうなんてこともありえるので、はい、奥ずりでなんとかゲットできました。ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。天と誠チャンネルの方ではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。